後期登録公示、6月7、オリックス、バファローズ、3、足立良一、選手兼任。なんだこれ？選手兼コーチからコーチ兼選手ってこと？選手として試合には出れないけどコーチとしてベンチに入る感じか？一昨年も兼任コーチだったのみさんがコーチ登録公示されているよ。今回のことで足立がすぐに引退するわけではない。ただ、もう選手としてではなくコーチとしてチームを支えてくれというニュアンスなのは間違いないと思う。何これ今までだってそうだったんでしょうよ。コーチ兼任から選手兼任になったってこと？コーチメインってこと？今まではコーチ兼任といっても内部的な位置づけであって実際には一軍登録選手としてしかベンチ入りできなかったところ、この登録によって、選手としては一軍登録されていなくてもコーチとして一軍ベンチ入りできる。ただし一軍選手登録なしではもちろん出場はできない。今季から兼任コーチではあったはずやけど正式には登録してなかった感じなんかな。ついにこの時が、コーチとしてベンチ入りのためってことなんやろうけど。引退に近づいてきたね。コーチ業務を主に、ってことだろうと思うけど、もうちょいプレイしてる姿みたいな。途中から？最初からしておけばよかったのに。辻コーチが一時チームから離れるからそのためか。もう今年で終わりかもな。早くて今季限りの現役引退、遅くとも来季現役引退でコーチ就任の予感がする。腕ぐるぐるの見せどころですね。昨日も BT してたけど、これ今年で足立さん引退フラグやんけ。これは足立が一軍二軍行き来するたびに、コーチの配置申請も変えないといけないのかな。要はコーチとしてベンチ入るためのもんなんやろうけど、そういうことやわな。どっちにしろ、絶対に必要な選手でありコーチやから、まだまだ。ね。平野の記録達成の時は絶対にグラウンドに追ってほしいし。